ユーロジェット EJ200 は、ユーロファイタータイフーンの動力源として搭載される、軍用ターボファンエンジンである。このエンジンは1980年代に開発された、ロールスロイスの XG-40 技術、実証機をもとに開発された、ユーロジェットターボ合弁企業構成各社によって、分担して製造されている。ロールスロイスは1984年に、 XG-40 技術実証機の開発を開始した。開発コストは英国政府が85%残りをロールス・ロイスが負担した。1985年8月2日、イタリアと西ドイツとイギリスがユーロファイター計画に合意した。フランスがこの計画に参加しないことが発表された。フランスが参加しなかったのは自国の航空機産業の保護とスネクマが 同時期にスネクマ M88 を開発していたのが理由に挙げられる。ユーロジェット連合は1986年に XG-40 の技術をもとにした計画を調整、監督するために設立された。XG-40 と EJ200 は高圧縮比の3段式のファン、5段式、低重央比のアクティブチップクリアランスコントロールを備えた高圧圧縮機。 先進的な冷却機構と耐熱素材を使用した燃焼機や PM ディスクと低密度の単結晶ブレードによる単断式高圧と低圧タービンを使用している点において共通する。アフターバーナーによって水力は増強する。可変面積ノズルは収束、発散設計である。先進的な軍用ターボファンでは一般的ではない段階可変式案内翼を吸気口に備える。 水力あたりの燃料消費率は、軍用機としては、優れている。水力変更仕様の EJ200EJ200MK100 エンジン監視ユニットとデジタルエンジンコントロールユニットを搭載しない、形式でトランシェ1に搭載された。EJ200MK101 エンジン監視ユニットとデジタルエンジンコントロールユニットを搭載。トランシェ2に搭載された。 EJ230 原型よりも出力2割増でドライ出力 72KN アフターバーナー使用時 103KN を予定している。これを実現するためファンはより高い圧縮率を持つ新しいものへと変更される。水力変更との統合が目標とされている EJ260EJ260、e、は原型よりも出力3割増しで ドライ出力 78KN、アフターバーナー使用時 120KN を予定している。2015年1月20日、アセルさんは、ユーロジェットとの間で協力を促進するための覚書を締結し、EJ200 エンジンプログラムの枠組みの中で、制御システム、保守監視システムのソフトウェアを開発するために、協力する。超音速自動車、13万5000馬力以上を発揮し、 時速1000マイル達成を目標としている。2009年、ユーロジェットは、インドのテジャス戦闘機用エンジンとして、国産のカベリエンジン開発までのつなぎに、水力変更仕様の EJ200 で、GE の F414GEINS6 と、争ったものの、定時価格で敗れた。1992年にエンジンを乾燥する検討が、行われたが、実現していない。 クリッペン NG 用に EJ200 の改良型である EJ230 の水力変更タイプを提案していたが、回 414G に敗れた。イーズによってヨーロッパ諸国向けの練習機として計画された、マ、ま、コの練習機型にアフターバーナーを搭載しない、水力 75KN のもの、軽攻撃機型向けには、アフターバーナー付きの 90KN のものが提案されて、いたが、 回 414M に敗れた。この練習機計画そのものも最終的には頓挫している。アフターバーナーを搭載しない水力 75KN の2015より検討が行われてきた KFX のエンジンとして回 414GE-400 に対抗して提案を行っていたが敗れた。自動車の速度記録に挑戦するための車両。 ブラッドハウンド SSC に搭載するターボファンエンジンとして EJ200 が用いられている。90KN の水力で 8km を100秒で走る。データはロールスロイスからありがとうございます。